美味しいラーメン食べたことない。いや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 、食べたらわかる。はい、どうも、モソレ TV のアマディヌです。皆さんおはようございます。元気でしょうか。今日は皆さんと一緒に京都の人気ラーメンに行こうと思っております。皆さんラーメン好きでしょうか。実は京都には大人気なラーメン屋さんはたくさんあるんですけれども、今日2つ選びました。まずは朝から第一朝日というところに行こうと思っております。あとは晩ご飯は皆さんからたくさんのリクエストをいただいた天下一品に行こうと思っております。天下一品は本当に全国に有名なんですけれども、本店はですね京都にありますので、せっかく京都にいるから本店に行こうと思っております。本当に皆さんからもう天下一品のこといろいろ聞きましたので、初めて食べれるのすごく楽しみにしております。ゲット入りました。めっちゃ涼しい。外36度なのにあったかいラーメン食べたらどんな感じかな。そこまでこんな天気でラーメン食べたことなくて。失礼いたします。ありがとうございます。すごい、ここ皮がすごいパリパリしてるんだけど、後ろがすごいムチムチしてるの。こうやって野菜より肉の方がめっちゃ入ってる。めっちゃパリパリね。中身めっちゃ食べやすいの。こっちミニラーメンで、こっち特製ラーメン、一番小さいサイズと一番大きいサイズ、どっちも頼んでみました。どうですか。本当にこれって女性と子供にすごく適切な量だと思うんだよね。スープは若干脂っぽいけどさっぱり系だと思う。味は濃いね。いつものラーメンと比べてすごく味が濃い感じがする。豚のチャーシューの味がスープに染み込んでてめっちゃ美味しいよ。スープを飲むだけでチャーシュー食べてる感じがする。ネギの味も実際スープの中に入ってんだよ。超美味しい。ネギ好きだからね。ネギ好きだ。チャーシューのサイズが適量で結構いい。これ見た目だとすごくジューシーそう。いただきます。チャーシューもさっぱりしてるんだけど乾燥してないんだよね。あ、そうなんだ。なんで美味しい。なんか外の窓から作ってるところ見えるんだけど、めっちゃ技術なんだよ。回してかっこいい。麺はストレートの中太麺かな。なんか細麺より若干太い感じがする。どう思いますかね、皆さん。私の手と比べてこんな感じですよ。いただきました。ストレート麺で久しぶり。なんか酒田だと縮れが麺だからね。そのスープの濃さが麺の中にちゃんと染み込んでて、でも片麺というよりちょっと柔らかめの麺になっていて、これもチャーシューの味がちゃんと染み込んでるからめっちゃ美味しい。あ、すごいいいところ。理由はよくわからないんだけど、すするときってあまり飛ばないんだよね。あっという間に。そうそう。私ラーメンいつもめっちゃ早く食うからね。ネギと絡まってる。さあ、美味しそう。めっちゃ食べやすいね。パリしてるんだけど若干油を感じるんだよね。なんでしっとりしてる感じ。油っぽさとか、あのすごい胃もたれになるとか、すごい胃を重くなる感じは、ね、全然なくて、でも口の中はちゃんと油があって麺が簡単にすする。すごく面白い。
レッスンだった。レッスンだった。美味しかった、めっちゃ。なんか久々に濃いラーメン食べてなかったから、結構ね。うん、今から伏見なりの方に行ってからまたラーメン屋さん、天下一品行こうと思っております。お楽しみに。着きましたー。激熱い。ちょっと入口改装地なんで、中見に行きましょう。見えました。セミめっちゃ、ちょっとするね、今日も。天気、抜群です。今日はね、天気予報見たら、午後は、曇りだから、やっぱあんまり暑くないと思ったら、なんだこの天気、雲どこにあるねん。なりさまだ。かわいい。1個目の絶対取り見つけました。ちょっと熱中症になりそうなんで、一旦カフェなりに休憩します。かわいい。たまめっちゃかわいいとこ見つけました。ソーダ頼みました。美味しそう。うんうん。はい、じゃあ今度こそ鳥居見に行こうと思います。はい、行きましょう。1回は16歳の時ホストファミリーが紹介してくれて、2回目はお兄ちゃんが見たいって言って、3回目は高校の友達が日本に来た時行きたいって言うから行った。ガイドガイドじゃん。そう、私完全ガイドだよ。京都ガイドだ。京都ガイドです、私。これ欠かせないですね、マジで。これ大きい。そう、で、大きいの奥に小さい鳥はある。で、これね、全部会社そことし。そことしじゃん。超来るよ、僕の私。なんか一瞬でこれが会社って向いたらそことしって書いてあるんだけど。怖っ。そことしの一本渡るんだよ。めっちゃバグった。え、ちょっと待って。綺麗だなぁ。赤ってやる気出るって言われてるからいいよね。猿はいないぞ。あ、猫いる。かわいい猫ちゃん見つけました。あなたってすごい危険なところに今座ってるなぁ。すご。こんにちは。神様でしょうか。神様かもね。何？ゴキブリこれ。すごっ。植物、最近京都に来てからすごいもう癒されるね。いろんな植物から。甘酒飲みたい。昨日飲もうとしたらね、冬しかやってないって言われて。甘酒皆さん好きですか？すごい体にいいって気づいたこって言われたからね。一人で喋ってる外国人。日本語だし、大丈夫かなって。マコさんの記憶喪失に。この駅めっちゃ可愛いな。うなりさんがたくさんある。ゲヌさん、最後は伏見なりで頑張った後、やっと天下一品、総宝本店に来ました。イエーイ。ここは本当に京都の一番人気なラーメン屋さんなんですけど、本当に頑張った後、やっとラーメン食べれるの嬉しいです。皆さん、京都の天下一品総本店入りました。ラーメン屋さんめっちゃ大きい。すごい広いよね。びっくりしたの。天下一品は一応本当に全国の京都市でも本当に店舗がたくさんあるんですけれども、ここの総本店は本店になっておりますので、天下一品の本店まで来ました。楽しみ。メニューもすごい多いんだよね。何しようかな。なんかメニューはね、総本店限定メニューもいくつかあって迷っちゃうんですよね。あっさり、屋台の味っていうスープもあって気になる。こってり。皆さんの天下一品のおすすめありますかね。じゃあ、味付け煮卵チャーシュー麺の、はい、並盛り一つ。じゃあ、チャーハン餃子定食。チャーハン餃子定食。でお願いします。あ、こってりで、全部こってりでいいです。私、こってりラーメン一番好きなんですよ。なんかいろんなタレがあってすごいよね。あと、これめっちゃ女性に優しいんだけどさ、この箱の中、髪留めあるんですよ。髪の毛を留めるためのものがあるんです。優しい。あんま忘れる時あるからね。そう、私ね、もう最近ラーメンよく食べるから、いつも私の手首にこれもついてる。ラーメン食べる時これがないと、もうずっとこういう風に食べて超嫌だ。
ちなみに今時刻9時半夜なんですけれども、普通に混んでます。多分このお店めちゃめちゃ人気があって、こんな時間来たらあんまり人いないのかなと思ったら普通に混んでて、みんなラーメン楽しんでます。この卵もめっちゃクリーミーそうじゃん。しかも見て、スープが隠れてる。今見たの、なんかスープがないみたいな。身を結んで食べたいと思います。私味玉めっちゃ好きなの。でも味玉っていつもスープの中で隠れてる。めっちゃ見えるの。めっちゃ美味しそうじゃん。あとこの餃子も一口でまた食べやすそうじゃん。これもめっちゃ美味しそう。うわ。待って、このこってりさ分かります？皆さん見て、ここの方が分かりやすいかも。クリーミーじゃん、めっちゃ。やばいね、めっちゃクリーミーじゃん。私の好きなやつだ。味玉と食べてみましょう。うわ、これスープっていうよりもタレって感じがする。いただきます。うん、おいしい。めっちゃおいしい。待って、こんな感じ。とろみがすごいよ、本当に。うん、すごい、めっちゃ美味しい。あんまりしょっぱくないの。これ麺すすらないとダメだ。麺探し。まずチャーシュー1個食べよう。めっちゃ美味しそうじゃん、これ本当に。見て、うん、美味しいラーメン食べたことないかも。そんなに。これやばいよ、普通に。あ、まさ焦ってる。いや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 、食べたらわかる。もう本当にめっちゃこってりで、口の中はとろみがあって、もうこってりが好きな私にとってはもう本当に。しかも普段はね、細麺ってめっちゃ苦手なんだけど、これだったら全然いける。麺も美味しそう。スープと絡んでる。スープが完全についてるって分かりますね、これ。めっちゃうまい。あの食感的に完全に外国人の意見になるんだけど、パスタカルボナーラ、クリーミーだからめっちゃカルボナーラみたいな感じ。口の中もクリームが溢れるって。こってりのところでめっちゃいいのは、やっぱスープがちゃんと麺に密着してるから実際飛ばないの、すすっても。なんで T シャツにつけたりとかはなかなかない。チャーシューと一緒に食べるとめっちゃ優しい味になってて、麺と一緒に食べると麺のしょっぱさが若干出てきて、バランスがめっちゃいい。うん、こんなこってり食べたことない。これ疲れ吹き飛ぶよ。これはもう人気な理由は、正直ラーメン夜なかなか私罪悪感があるんだけど、これを食べるなら大丈夫っていう。逆に私の一日のめちゃ頑張って登山したご褒美って感じが。これを食べるならまた明日伏見なり行った方がいいよ。うますぎ。こってり、私本当にもうあっさりよりこってり系だから。これ、ま、チャーシューとラーメン絡んで食べたら超おいしいから、食べてみ。美味しそう。ここのめっちゃ面白いのは、麺のボールの周りツイッターとかそういう SNS 系を始めましたので、フォローお願いしますって書いてある。フォローするしかないっていう。完食。食べやすそうなサイズだ。
野菜の味がちゃんとめっちゃついてる。ここのお店の特徴としては本当に濃いのにしょっぱくないのはありだと。餃子も濃いけどしょっぱくない。塩で美味しくしようんじゃなくて本当の素材の味を一番美味しくする、ちゃんとした食材で美味しくしようという。あ、チェックです。チャーハンってマジで全然食べないタイプのもの。あ、そうだよね、あんま食べない。食べないチャーハンこれもめっちゃ味濃いけどしょっぱくないのはすごい。あと卵の味がめっちゃついてる。おいしい、うん、いいね。はい、皆さんごちそうさまでした。一日ラーメン2つ伏見稲荷登山いかがだったでしょうか。今日は豪華でした。明日はラーメン2回食べないはい、本当にもう今日頑張ってご褒美としてラーメンを食べたっていう感じでしたね。皆さんはちなみにラーメンよく食べますか？ぜひコメントで教えてください。この動画はいかがだったでしょうか？どっちもラーメン美味しそうだったでしょうか？ぜひこの動画についてどう思ったかをコメントで教えてください。では、今日は一緒にお時間過ごしていただきありがとうございました。とても楽しい時間でした。このチャンネルが良かったらチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。では、次の動画をお会いしましょう。